宇宙獣、エドワード・ホワイト宇宙飛行士が、ジェミニ4号の船外活動中に使用した、宇宙獣宇宙獣とは、正式名称ハンド、ヘルド・マニューベリング・ユニットと呼ばれる、宇宙空間において、船外作業、宇宙遊泳に用いる移動装置。ガス噴射装置であり、兵器ではなく、発射ガスの反動を用いて、宇宙飛行士が宇宙空間を移動するのに用いる。ジェミニ4号、 ジェミニ8号、ジェミニ10号、ジェミニ11号、スカイラブに装備されていた。実際に使用されたのはジェミニ4号とジェミニ10号だけである。ジェミニ4号における宇宙遊泳においてエドワード・ホワイトが用いた。ホワイトは酸素ガスを噴射する宇宙銃を手に持って使用した。噴射による反動運動量のベクトルが 宇宙飛行士の重心を貫かないと有効な運動が行いづらいため、ホワイトの宇宙遊泳を見ていたジェームズ・マク・ディビットは装置について失望的なものと感想を述べている。ジェミニ1号における宇宙遊泳ではマイケル・コリンズが使用したものは宇宙飛行士の最大コネクタにバンドルされたホースを介して宇宙船内部から窒素ガス推進剤として受け取る方式だった。現在は 発展型として、背部に装備して、自在に噴射移動や、姿勢制御が行える EMU が使用されている。ありがとうございます。